これは、令和になった、そういう変化、かもしれない。アリュートルが役目を終えてでも、当時に実は、MMD を支えていた柱、その一つが折れたわけだ。要求が実は消えた。日本という国家が、あの昭和の映画、それを目指さなくなった。あるいはすでに、昔話、そのくらいでしかないのかもしれない。良いも悪いも、それはそこに道理はある。その、昭和という時代その範囲には世界大戦が2度もあった。その時代は来なくてよい。戦争はテレビゲームで決着にしよう、なんて、そんなことを昭和に言い出したら怒られるくらいだが、今は現状、そこ、こそが正義の最上位だ。インターネットの発生が、そこに集う膨大な情報が歴史認識を若干変えた。偉大なるリーダーがいてこそ成し得た平和、は、結論で具現化はしなかった。追求は続く、それで良いか。